はい、どうも、ジュエです。マリオカート7、パート12やっていきましょう。さあ、今回もミラーノグランプリ進めていきたいと思います。さあ、前回はワリオでスターカップをクリアしたということで、今回はスペシャルカップですね。じゃあ、今回どうしましょうか。じゃあ、スペシャルカップということで、キャラクターはロゼッタでいきたいと思います。じゃあ、どうしましょうか、カートは。じゃあ、ここは、なんか、それっぽいのありましたね。じゃあ、今回はこれでいきましょう。今回は、バースデーガール、ノーマルタイヤ、そして、パラフォイルですね。これでいきたいと思います。ということで、今回は、スペシャルカップ。これが、ミラー、3DS 最後のカップになりますが、まあ、オリジナルの、なんとか頑張りたいと思います。よし、じゃあ、一コース目、DK ジャングル。もう本当に目指すは星3つです。なんとか頑張っていきましょう。大丈夫だよな。まあでも頑張っていくしかない。よし、行くぜ。ここでまずは加速していく。落ち着け。なんとか頑張っていくしかないぞ。お、しょっぱなファイヤーフラワー。いけ、待て、待て、ピーチ、オッケー、待て、あー、ピーチ当たらないか。デイジーには当たったんだけどな。待て、ピーチデジロゼッタおる？ひょっとしてこのレース。まあでも最初先頭らへんにピーチおったから、まあ、あれはあれか。落ち着け。だったらもうこれはもう、勝っていくしかないね。待て、なんか急に楽しそうになってきてんじゃん。やばいなぁ。危ない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 。ちょっと待って。デイジーが、飛びそう思ってたんだけど、最悪。待て。まずいなぁ。ここでバナナ。待て。今度はデイジーがゲストを持ってんだけど。なんなんだよ、これは。はい、なんとかピーチに追いついていく。待て。ああ。待て、落ち着け。待て、倉庫行ってたら、本当にあれだったんだけれども。オッケー。もう本当にマジで、星3つに、今回任せは目指しますよ。待って。ちゃんと、レインボーロードまで1位行きたいからさ。だから、そういう感じでね、行きましょう。さあ、ファイナルアップ突入。おお。タイルを壊したバナナが入っていた。待って、落ち着け。わー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 わわ。それダメなんか。待て、じゃあ最後ぐらいはこっち通ろう。待て、カエルが邪魔だな。ピョンピョン跳ねるんだから、ちっちゃい割には。いい、全然。いいよ。はい、こう来て。いいね。あ、赤コーラ。二つ引いた。まあでも関係ないでしょう。オッケー。ということで、ナイスー。まあ、当然だよな。これは。ということで、10ポイントゲット。さあ、次は、ロゼッタプラネット。そう、ここはマリオ・ギャラクシーを彷彿とさせているコースですからね。なんだか頑張りたいと思います。まあ、ほうき星と天文台のレプリカと、あとはヘブズドアのレプリカがあったりとするんですけれどもね。よし、行くぜ。待て、今ロケットスタート成功したかと思ったら、ほんとに成功したわ。待て、オッケー。いいよ。とりあえずもう、なるべく早く、加速をしていこう。落ち着け。オッケー、誰か食らった。そして、ハニークイーン、ミドルコーラに当たったぞ。そして今、バナナに食らったのは、ハナちゃん。やばいなぁ、こう来て、なるべく加速とかもしていきたい。いい、全然。
はい、ここはちゃんと防いでいく。さあ2周目、でもなるべく頑張っていきたいよ。うわ、この葉、待て、ちょっと待て、花ちゃんが土下座を持ってんだけど、待て、おーい、待て、そんなことが起きる？待て、なんか急に今度はデイジーが、待て、落ち着け、なるべくここら辺で一人でも抜かしておきたい。待て、オッケー、とりあえずここら辺でカーストを置く。あー、危ない、落ちる、落ちてしまった、まずい。今7位か6位か、やばいな。待って、なんでここピーチデイジーロゼッタで固まってんの。待って、デイジーさっき3位いたよな。待って、行って、急に後ろ投げてくんな、やばい。ちょっと待って、このままだちょっと1位逆転できないぞ。 OKOKOK、 スリップストリームでなんとか誰もいない上のルートを通れました。待て、落ち着け、ちょっと待て、待て、やばい、落ち着け、ちょっと待て、やばいな、ちょっと待て、ここで逆転を起こさないば。オッケーオッケーオッケー、ナイス、1位大逆転勝利、あぶねー、あーよかった、これで20ポイント獲得。これでコインの重みが分かりましたね。さあ次はクッパキャッスル。よし、じゃあクッパキャッスルはね、あの 3DS はもう本当に水中とマグマが合わさっているので、なんとか頑張りたいと思います。よし、とりあえずコインだ、もうコインでマジでスピード上げましょう。だってもうコイン1枚でこれ結構少しだけど違うからね。もう本当に道中で拾うしかありません。 OK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 、 待て、なんか来てないか、落ち着け落ち着け、やばい、あぶね、待て、ここでいけるか、 OKOK、 あぶねー、やばいやばい、なんだよ花ちゃん、待て、まあまだ1周目だからね。待て、まだそこまで向きになんなくてもいい、危ない、赤コーラ壊されたんですけど全部。 OK、 ナイスピーチ、とりあえず1位足止めしてくれたから、何が起きてんだよ本当に。 OK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 、 とりあえず大きさ浮かして、あーでも無理かな、あー火抜いた、待て、ここでジゲム出して決まっていく、落ち着け、ちょっと待って、星3つ取れる中がちょっと怪しくなってきたぞ。おお、待って、キノピオもドスに踏み潰されたの、なんだよそれは。オッケー、こうして行け、あ待て、あいつ時計を食らうぞ。オッケー、しかもあいつ2回目食らってるんじゃない、これはナイス、もう本当にここでもうぶっちぎるぞ、こっから。なんせ俺は星3つを今狙ってるからね。じゃあせっかくだからここでもうここにある浮島があったので、ここをしっかりやっていく。待て、落ち着け、ちょっと待って、あいつに赤食らわせるわ、やばいな。 OK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 
ちょっと待って、もうこれで防ぐか。もうちょっと待って、もう変なことはしない、俺は。もう俺変なことしないよ。こうすれば、待って、マジで冷静に行くわ。はい、ここで後ろ投げても当たらない。
はい。OK。ナイス。ということで、無事1位取れました。素晴らしい。これで30ポイント。うまいのでは?いけてる。さあ、ラストはレインボーロード。そう、ここはね、マリオカートの中でも結構人気のあるレインボーロードですよね。ということで、ラスト頑張っていきましょう。そう、マリオカート7のレインボーロード今日結構いいからね、俺的にも、個人的に。よし、行くぜ。待て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 、いきなり押したりしないで。そしていきなりアイテム取れない。やばいな。危ない。待って、押してくるな。そう、ここ、いいんだよ、ここ。危ない。オッケー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 。もう本当に、だって、マリオカート64のフレーズ入ってるからね。この BGM。やばいやばいやばい。危ない。わー、落ちる。やばいな。ちょっと待って。このコース意外と長くないからさ、まあ大きい周ではあるけれども、あ、待って、今トゲゾーコーラ変な動きしたぞ。待て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 、トゲゾー一回出たってことはこれ多分しばらく出ないな、俺の予想では。待て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 、落ち着け。ボム兵か。待て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 。できればこういう上位にはちょっと使ってはおきたいんだが、しょうがない。まあいいんだよ、これは戦いなんだから。わー、落ちる。そう、マリオカート8デラックスはここで、反重力になるからさ、ここ結構いいんだよな。危ねえ危ねえ危ねえ。さあ、ここで意地を見せれるか。そう、ここセクションコースだから、本当にここいいんだよ。いけ!まあ、せっかくだからここは飛んじゃう?やばいな、待て。まあ、でも最悪赤コーラでぶっ放すわ。いけ !OK! ナイス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 !待て!待て、誰か赤コーラ持ってんな。やばい!ちょっと待て。やばい!待て!デイジー。やばいな、ちょっと待て。待て、オーケー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 、ナイス 1! あぶねえ、あぶねえ、待って、あいつ、ジャンプアクションしてなかったら、本当にあれだわ。あーぶねえ、マジでよかった。なんだよ、こういう試合。オッケー。なんかヒヤヒヤしたわ、マジで。はい。まあまあまあいいんだよ、オール1位取れたから。はい、ということです。今回は3位ハニークイーン、2位ピーチ、そして1位ロゼッタ。なんだこれ、なんかデイジーがいればあれだと思ったけど、まあデイジーいるからね今回。はい、そして今回は星3つ、素晴らしい。久々に星3つ取れました。ちなみに総合はこんな感じ。最終結果。待って、デイジーがビリなんだけど。そして、いつわかマリオとメタルマリオもいた。なんだよ、これは。なんか今回、奇跡だな。なんかキャラ的に。ということで、これでミラーのスペシャルカップはクリアですね。はい、じゃあ次回行きましょうか。じゃあ次回はミラーのコーラカップやっていきたいと思います。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャンネル、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それでは、さよなら。